おはようございます。森山兄貴でございます。そして今日は銀玉ちゃんがどこにもいらっしゃいません。その理由はですね、後ほど述べたいと思いますが、今回もですね、パチンコねるねる大作戦、ご覧の通りの趣旨で、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、舞ちゃんがいないんで寂しい気もしますが、その理由はですね、最近舞ちゃんに対してですね、ちょっとお嬢様扱いをしすぎたということもございまして、一人でね、考えて実践していただきたいというのが一つ、そしてですね、これからの時代というか2014年、ST タイプのライトミドルがね、メインになるんじゃないかと、いう私の考えがあります。で、舞ちゃんね、比較的この ST タイプが苦手なんで、その辺をね、克服してもらおう。でね、私がいるからちょっと緊張しちゃうのかなという、思いも少々ございます。そういう意味合いを含めまして、今回は一人ずつの実践になります。1日、今日は私が前半戦を担当します。そして、後半戦では、銀玉ちゃんが、一人で自力でね、ST タイプを打って、勝っていただきたく思っております。それではボックスカモン。はい、来ました。で、今回、これ引きますけれども、2人一緒の、これ軍資金なんで、私が全部使っちゃうわけにはいきません。できれば5万円以上出てほしいですね。えい、あー、よかった、6万円が出ましたね。はい、ということで、今回の実践、この6万円で私の実践と、銀玉ちゃんの実践を行いたいと思います。それではレッツねるねる。森山兄貴と銀玉のパチンコねるねる大作戦。今回撮影にご協力いただいたのは JR 京急線品川駅の目の前、スーパーハリウッド品川。設置台数はパチンコ544台、スロット216台。新たにスマートコーナーが誕生し、より一層快適に遊戯できる空間となりました。お客様のご来店をスタッフ一同心よりお待ちしております。とりあえず今日は百列から行きたいと思うんですけど、こっちもチェックしとこう。わ、百列の方が人気だな今ね。結構空いてるんですけど、これね、舞ちゃん自身の時に取りやすいように、あの向こうの角だとちょっとね、角は取られやすいんで、ちょっと内側の方を取っといた方がいいかなということで、とりあえず203番台キープしましたね。はい、それでは CR パチンコ北斗の拳5百列、はい、こちらの方から実践していきますが、まあ、簡単なスペックね、説明しておきましょう。大当たり確率なんと229分の1。 ST タイプはもう長い期間で、その大当たり回数をね、収束させると、いうことで、まあ、長い目で見る必要があります。まあ、今日出るかどうか分かりませんが、早速ね、打っていきたいと思います。はい、1万円使って今150回転、次1000円15回。ちょっと他見てみましょうか。今お客さんがね、全員ついてるんですよ。で、もう移動もできなくてこのレベルしかないんだったら諦めた方がいいと思います。ということで、後半戦お楽しみにしてください。休憩、商い待ち、商い待ちで。はい、本日2台目でございます。250回回ってる台ですね。さあ、めげずに行きますよ。2台目ここで一旦、あ、赤保留、ここで一旦
これ終わったらコメント入れましょうか。さあ、チャンスがやってまいりました。よし、続いてくれるでしょう。おいし、来たよ来たよ、やっと。はい、もう開店から2時間経ちました。やっとリーチらしい。リーチもう一回来たら、いや、これもらったでしょ。ギジオン行きましたよ。いやー、かっこいい。ちょっと今2枚入れたんですけど、お金がないんで入れとこうかな。あ、入んない。まあいいや。赤来い、赤。トラガラじゃないや、キリンガラ。ないない。かっこいいね、シュー。あ、こういう展開になるんだ。もうこれ私の中では当たったものだということになってますが、どうなるんでしょうか。はい、よし、来た。5発、卵発ちょうだい。いいよ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 。あるかな、卵が。ちょっと確かめよう。もう当た、あ、あらあら、だいだいだいだ。3発ある、3発。キリン柄ですよ。はい。やられちゃうの。私の中では当たりです。大丈夫。私の中では大丈夫。来い。よし。かっこいい。かっこいい。ありがとうございます。はい、今総投資2万円で大当たり取れました。しかも三図柄ということで ST 突入が確定。はい、ここから乱世モード突入。さあ、ここから反撃開始だ。早い、もう40回終わっちゃうよこれ。よし、残り41回でやっとに近かった。しかも赤エフェクト、これはちょっと熱いっすよ。シーンはね、このバトル開始も赤文字だとちょっと熱かったんですけど、シーンは上から2番目、まあ、なんとかなっちゃうかもしれない。なんとかなってちょうだいっていうレベル。あ、この絵いい技が出てない。チャンス、全部つけ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 。よし、かっこいい。ありがとう。いや、助かったね。はい、87回転目かな。またまた16ラウンド当たり、ありがとうございます。さあ、平均ね4連チャンですから、そこはクリアしてもらいたい。さあ、40回来た。早い早い。お、一応ロゴ落ちてきて、これ転廃すれば熱い。
あ、一応チャンスですね。ちょっと見てましょうか。文句を言う資格はね、ウイグルはちょっと真ん中ですね。信頼度的にウイグルならなんとかなりそうな気がする。あー、でも強攻撃ですね。大丈夫、避けちゃえ。うわ、避けなかった。あれ、おお、嬉しい。いやー、このぐらいで来てくれると本当助かりますよね。しかも、16ラウンド。ちなみにこれへそ抽選の時は 70% ありますから。でこれ以外に6ラウンドと1ラウンドの当たりがあります。まあ 70% ですからね、結構引けます。私でも引けてしまいます。ありがとう。はい、これで3連チャン達成。お、とりあえずこの黄色保留だけど期待しよう。保留変化、リーチかかって、よし、とりあえずリーチかかってくれれば。お、赤エフェクト OK。 ちょっとこれであとはしんちゃんに、お、調整光りました。先制攻撃、うわ、キリン柄の資格がね、これ先制攻撃してくれでしょう。いけ、ほら、ダメなの。いや、これはちょっと110回転目、これ逃したら終わる。いい、ジャック攻撃、真のジャック攻撃からの、避けて、いくよ、避けた。うわー、来たー、ありがたい。いや、これね、ハラハラしましたけど、110回転目、まあ予定通りですから。ここまで平均4連チャン確保。もう4連取れたらね、とりあえず一安心。ここでね、初めて喜ぶべきだと思います。 ST 入るとね、喜ぶんだけど、単発するっていうのがあるから。いやー、もうダメか。いやー、お、これ嬉しい。止まって、うわー、はははは。いやー、ちょっと、はい、なんと私の連チャン5連チャンで、時間にすると約30分ですから、早いですよね。16-4の小1回で、後ろを向けば1-2-3箱、うん、ということで今プラス益になりました。で、投資が2万円です。もうこの持ち玉でまた次のあたりを目指していきましょう。
おお、一応発展しました。そろそろこれ当たるよ。いやいや、これが当たるかどうか分かんないですけど、これね、一日ほんと多い時一日5、6回当たっちゃいますから、発展しろ。あー、ダメか。青止まりはね、当たんないよ。当たったらびっくり。おっ、びっくり。はい、さあ、先ほどの大当たりからね、170 ST 込みの170。さあ、ここから77回転の時短です。で、ここで引き戻せばもう 100% ST 突入ですから、ありがたい。リーチかかれ。かかってくれるだけで楽しい。おお、残り3回で、でもこれ煽りが青、背景青、でもジャギなら、ジャギは結構信頼高いです。さあ、あとはもうなんかジャック攻撃で、あー、ダメだ。えい、いやー、食らった。やっぱ青の背景で発展してもダメだね。でも楽しかった、ありがとう。いやー、はい、211番台に移動して2回初当たり取れました。1回は5連チャン、そして今は、単発の通常スルーと、いうことです。で、6回取れてるんですけど、ここでね、まあ、この台も、今のところ1000円18回ぐらい回るんですけど、目的の台がね、空いてるんで、これ打ってみましょうか。わかんないですよ。なぜこの台がいいかって言ったら、朝30分間で160回回ってたから。ただね、これ回りムラの可能性十分あります。でも次回まいちゃんの実践があります。その時のための情報、もしくは普段なんていうんですかね、日々通ってるホールでは導入直後に多くの台を打つことによって優秀台が見えてきますから、今日仮にこの移動が失敗したとしても、まいちゃんには211番台をね、おすすめできるし、こっちが良ければまたこっちをおすすめできるんで、移動したいと思います。もう2回超えた。お、4回目いったね。今日初の挑発4回超え、ここ超えちゃえ、超えないか。さすがに4回は超えないか。赤、あー、おお、一応赤タイトルになりました。ちょっと期待してもいいかな。ユリアリーチだ。チャンスアップ的な要素はない。うわー、あわー、ダメか。おお、でも来たよ。はい、この台に移動して投資9500円目、図柄揃いでの大当たりです。ということで16ラウンド。あー、この辺が気持ちいい。
さあ真ん中来い。おお、来た。確かやるじゃんって言われましたけど、危な。102回転目、とりあえず2連目です。よし来た。いやー助かりましたよ。いるか、いった。これなんか伴ってきてくれればこうやって当たってくれます。はい、いやー来たよ。いやー向かい開け、よし。5連チャンですけど全部16ですから、それを考えるとやっぱり爆発力ありますよね。で5連チャン27日ショッカー、約7500個ぐらい出ましたね。今ここの部分がキリン柄だったような気がする。違う違う、赤だった。そっか、入った入った入った。本当、いや、ここだよ、この下だよ。赤？なんか赤の後に最後もう終わりだって言った時に、なんとなくですけど私にはキリン柄に見えたんですけど違うかもしれないっていうふうに聞いたところで言ったら、焦点背景が出たということです。これ変わる？あ、変わらないか。後半戦になって、えい、あ、今成功しました。今このボタンを押してます。これ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 、今ね、これ左右ボタンどっちか押すと当たる時になりますから、今みたいに。まあ焦点背景私見てないんですけど、出たらほぼ濃厚ということですね。ありがとうございます。今日4回目の初当たりです。さあ、行きますよ。さあ、あのね、銀田舞ちゃんに伝えたいメッセージとすれば、パチンコは当たってしまうものであるということです。だから当てよ当てよって、いや、みんな私も思いますけど、当たるときは当たっちゃいますから。赤い大チャンス、数字に当たる稲妻が赤いとチャンスです。これ来るでしょう。とりあえずリーチかかってくれましたね。まあもしかしてこれ外れももちろんあるとは思うんですが、かなり大チャンス。一回アミバ出てきてほしいんだよね。裏技でアミバ出す裏技なかったっけな。10ラウンド目で上上下下とかやるんだよね。さあお願いします。もう一個来ないか。来た、避けても当たるんだね。はい、また早かった。あ、これキックなんでまたのクランドの可能性ありますが、オッケー。さあ成り上がらないね。まあ 22% の6ラウンドの可能性があります。はい、6ラウンドあたり、さあまだまだ連チャン続きますが、
ここからは私の大好きなセルフコントロールに乗せて連チャンシーンをね、見ていただきたいと思います。連チャンしなかったらごめんなさい。一応これ10連チャンぐらいするんで。もう何らかの当たり確定ですよね。ありがとう。さあまあ多分6ラウンドでしょうけど OK。 おっ、ダイジェストだ。喋っても入らないとね。はい、ほら出た。いやー、ここで当たりが確定ですか。はい、ということで19連チャンで連チャン終了となりました。ライトミドルとはいえ北斗の拳すごいですね。で、後ろを見るとなんと19箱のドル箱が並んでおります。はい、こんなにね出たの久しぶり。もう十二分あのね北斗楽しみますよ。あとは舞ちゃんにバトンをつなぎたいと思います。舞ちゃんよろしくお願いします。はい、前半戦終了でございます。パチ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 、一人が寂しい。はい、ということで今回ですね、個人的に2014年のトレンド機種 STK を特機種にしようということでね。そして、今回、銀玉井の方がですねいないのは、2日かけてね、打った方が、勝ちにつながるんじゃないかと、普段はね一つのホールに通い続けた方が勝てるんじゃないかと、そういった意味合いも含めまして別実戦になっております。ちょっとね一人は寂しかったんですが、そんな実戦ではございますが、今日の結果を発表していきたいと思います。はい、私ですね投資の方が29,500円、そして出玉がなんと33,523玉。パチ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 、寂しいということで、さだまが26,148玉ございます。でですね、次回、銀玉井ちゃんに実践してもらうわけですけれども、個人的にはですね、北斗の拳100列コーナーこちらの211番台ね、打っていただきたく思います。今日打った中では一番良かったですね。その辺はちょっと強めのストロークで打ってもらいたいと、こういうメッセージを残してねつなぎたいと思います。でさらにですよ、軍資金今回6万円あったので、軍資金が残り35,000円ございます。また私の定まがですね26,148玉ございます。こちらカードに入れてありますんで使えるようになってます。はい、というわけで実質的には33,000発使えるんだね。すごい舞ちゃん、これで負けたらちょっと許しませんよ。はい、ということで次回舞ちゃんよろしくお願いします。それじゃあ次回も皆さんレッツみるみる、さよなら。